んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、自分の考えを押し付けるのをやめるです。自分の考えを押し付ける人たちがいますよね。自分の意見、好み、やり方などを絶対に正しいと思い込み、違う意見ややり方を持っている人たちを見るとバカにしています。それが家族だったりすると、それじゃダメだと言い出して喧嘩になったりします。この人たちは心の底から自分が偉いと思い込んでいるので、自分の言う通りにしない人はバカだと信じています。自分の考えを持つことは大切ですが、異なる価値観の人を否定するのは喧嘩のもとです。本当に迷惑な人たちですが、自分では気がつかないんですね。ある意味心がまだ子供のままなので、視野が狭いので気がつかないんです。これはどういうことかというと、山登りと同じで、心が成長していない時にはふもとにいるのと同じです。とても視野が狭いんですが、他の景色を見たことがないので自分の視野の狭さに気がつきません。でももし山を登っていけば、高いところに出て今まで通ってきた道が見えたり、周りの村が見えたりしますよね。ということで、年齢が高くなれば見える範囲が違って価値観も変わっていくのですが、そのことにまだ気がつかないんです。ですから悩んでいないんですね。悩んでいるのは周りの人たちですよね。特にこういう夫を持っている人たちはとても嫌な思いをしているかもしれません。でもそういう人が夫ならば、あなたもかなり同じものを持っているということなんです。ですからあなたから直しましょう。ではいつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。では聞いていてくださいね。あなたは自分の考えにこだわるよね。これはこうしなきゃダメだ、あれはこれじゃなきゃ嫌だ。好みが激しすぎてこだわりが多すぎるよね。いつも人のやり方が気に食わなくて、人に文句ばかりつけている。なんだこれは、ちっともまともなものがないと不満だらけなんだ。これじゃ楽しくないよね。だから人と仲良くなれないんだよね。家族といつも喧嘩をしている。どうして自分の好きなものを出してくれないんだとか、なんであれをこうやってるんだって文句ばかりだね。大人の自分はそれでとても困っているよ。どこに行っても文句ばかり浮かんで、楽しいことをしようとしているのに頭の半分は楽しくない。自分が正しいと証明したくて、つい言葉にして言い争いになることもある。結局場を険悪にしたりして人と仲良くできないんだよ。これじゃ困るよね。あなたは自分が一番偉いと思い込んでいて、自分の考えが一番正しいと思い込んでいるよね。でもね、あなたはまだとても世界が狭くて何にも知らないんだよ。この世界にはいろいろな出来事、いろいろな状況があって、時間が経てば同じことも変化していく。それに従って正しいことや良いものが変化するものだということを知らないんだよ。だってあなたはまだ子供だからね。そんなに無知で先のこともわからない視野の狭さなのに、自分が偉い、自分が正しいと思い込んで人に喧嘩を売っている。あなたが知らない別の世界から見たら、あなたはただ単にバカなボス猿に過ぎないよ。だからもっと人の考えを受け入れなさい。他の人の価値観を受け入れなさい。
もしかしたらそれも正しいんじゃないかと考えてごらん。そして別の角度から見る態度を身につけてごらん。そうしたらあなたはもっと視野が広がって、さまざまな考え、さまざまな価値観から自分の価値観をもっとめでることもできるし、時には他の価値観に乗り換えることもできる。この自由さがあるから世界は味わい深いんだよ。そうしてどこへでも行けるようにうまくハンドルを切れるんだよ。その方が楽しいよね。大人の自分はあなたが広い視野を持つことを楽しみにしているよ。あなたが大好きだよ。